八木山上空はまだ曇りですが、今日は天気が次第に回復していきそうです。天気図をご覧ください。昨日まとまった雨を降らせた梅雨前線や低気圧南下しています。低気圧は東に離れています。宮城のあたりには明瞭な高気圧はありませんが、周りを低気圧に囲まれていますので、宮城のあたりは相対的に気圧が高くなります。このため今日午後は次第に晴れ間が戻ってくるでしょう。そして今日の気温なんですが、昨日はね、ちょっと肌寒さを覚えた方も多かったかもしれませんが、今日の日中は31度まで上がります。予想通りであれば今年一番の暑さになりますので、熱中症に十分注意してください。